なんですかなんでこんなことをやるかっていうと「あの竜が如く」ってゲームで今俺やってんだけどああ新しいやつ面白い面白いでまだ途中なんだけどあれどうなったの普通の竜が如く普通の竜が如く五大年章いくあのゾンビのやつは何もない感じになってるのそう俺ゾンビの途中でちょっと俺諦めちゃったからゾンビの会はうん あの、えー、と第2章で冴島っていうのが出てくるんだけど、うん、この冴島が今はあ網走、うん、の刑務所に入ってるんだけど、うん、その中で日村ってやつが出てくるのね<え> <laughs> 日付の日に村で本当日村えー、じゃあ日村さんの名前じゃんそうまんま日村っていうやつは「おい日村」とか言われるんだけどうん、うん、ちょっとだから俺も嬉しくて、うん、そこ セリフ本当はボタン押せば飛ばせれるんだけど日村が役ちょっとまザコキャラだから全然え様子は全然見てないあそう名前がじゃあそうそうそうでもちょっと嬉しいから俺そこ飛ばさないで見てるんだけどこの日村がせっかくね同じ部屋にいるわけ冴島と日村っていうのがあともう一人あともう二人いるんだけどが一緒にね すすきのの町をすすきのって名前じゃないんで本当はねでもすすきのなんだけどすすきのの町を今から頭の中で遊びましょうって今ちょうどその今これそこなのね今頭の中で冴島は今すすきのの町を遊んでるのキャバクラ行ったりとかだから俺今からひたすら食べた話を頭の中で一緒にいたいようにするからね長いわ